の新選組公民で東京都知事に立候補、山本太郎と申します。コロナが来る前からひどい状況やったんや。ずっとですよ。人間を人間とも思わず使い潰す、当たり前だって。替えの部品はいくらでもあるからね。そういうような働き方にしたの誰？政治ですよ。どうしてそういうような政治を行っていくかって、みんなが政治に興味持たない。いくら市民の皆さんに訴えかけても、その後本当に選挙に行ってくれるかどうかわからない。だから政治家の多くが考えるのは、だったら企業などの組織票、約束されたところにちゃんと守られてる方がいいやってことになるんですね。で、その票をもらう、組織票を固めていくことによって、これ投票率が下がれば下がるほど自分たちの勝ち目が上がっていくんですよ。勝てる確率上がっていく。雨が降っても槍が降っても絶対その票はほとんど減らない。企業側が自分たちの利益、これをより大きくしていくために、自分たちには大減税、一方でその穴埋めをさせるために皆さんには消費税上げたりとかで、企業にとってのコスト、労働力ね、労働者、ここをより安く使えるような非正規労働であったりとか、どんどん流動化させて、おまけに海外からより安い労働力を大量に呼び込むようなことも決めてしまってる。このままじゃ本当に政治に殺されますよ。その状況の中で自分に何ができるかってことを6年やってた。でも700分の1の存在、国会議員、意味がないとは言いません。非常に意味はあるけれども、今世の中が壊れていってるスピード、これを果たして止められるだろうか、そう思った。だからグループを作らなきゃなんない。国会で一番嫌がられるグループを作ってやろう、そう思って令和新選組は旗揚げして2議席を得たけれども、私が落選してしまった、こういう状況だったんです。次の選挙で必ずと思ってましたけど、目の前のコロナでこれまで苦しんでいた経済的危機的状況に置かれた人たちは、こっからさらに加速する、首が絞まっていく状態になってる。だとするならば、次の選挙、衆議院がどうしたとかって話じゃなくて、目の前のこのチャンス掴みに行かなくてどうすんだよって話なんですよ。掴ましてください、掴ましていただきたい。このチャンスやらしてください。空気読みませんよ。国がガタガタ言おうと関係ない。都民を守るのが仕事なんでしょ。